連合赤軍は1971年から1972年にかけて活動した日本の極左テロ組織、審査翼組織の一つ、共産主義者同盟赤軍派と日本共産党神奈川県委員会が合流して結成された、山岳ベース事件、浅間山宗事件などの殺人事件、臨時殺人を起こした。日本共産党で当時実権を握っていた、 所管派が戦後から再開した武装闘争路線を信奉する急進的な学生党員は1955年の日本共産党第6回全国協議会では武装闘争路線を転換した指導部への不信、不満を募らせ日本社会党に続いて日本共産党という規制左翼政党が武装闘争路線を事実上放棄したとして反発した者たちを中心に 当初の日本共産党の武装路線を継続する、震災翼と呼ばれる過激派が誕生した。しかし、日本の学生運動が下火になっていた1971年当時も、残存する震災翼組織であった、赤軍派と革命左派は、大菩薩峠事件や淀豪廃弱事件などで、最高幹部クラスが逮捕、国外逃亡、死亡したりして弱体化していた。赤軍派は、 M 作戦によって、資金力はあったが、武器がないのが弱点であった。一方の革命左派は、猛火銃砲店襲撃事件などで領銃を手に入れていたため武器はあったが、資金力がなかった。互いの活動を評価していた両組織は、以前から接近していたが、それぞれの利害が一致したことから、赤軍派の軍事組織である、中央軍と革命左派の軍事組織である、 人民革命軍が統合し、統一された、赤軍として7月15日付で生まれた。赤軍派幹部の一人である、森恒夫は、当初から党の統一を施行していたが、極中の革命左派議長である、川島強志らの強い反対で、連合赤軍に解消された。1971年12月上旬、両派は、南アルプスで、初の合同軍事訓練を行う。 しかし、その場で両派の間に対立が生じる。背後には、両派の間での主導権争いがあったとされる。結局両派は、お互いの批判を受け入れ、この合同軍事訓練は、表面上は、友好ムードの中で終わった。その後、両派の非合法部は1971年12月20日、頃に、春名さ山の革命左派山学ベースで、指導部会議を開催するが、 それとほぼ同じ頃に非合法部と合法部の対立が発生した。山岳ベースの非合法部指導部は、赤軍派、革命左派両派による神道の結成を確認するとともに、合法部を分派と決めつけ、銃を向けることも含めた暴力的党派闘争が検討された。さらに合法部よりとみなしたメンバーに対し、初めて暴力による総括が行われた。神道では、 翌1972年1月3日、独自の中央委員会が結成される。中央委員会は、委員長が森恒夫、副委員長が長田陽子、初期長が坂口博史、その他中央委員は、序列順に寺岡恒和、坂東国夫、山田隆吉野が法の4人であり、中央委員会のメンバーは、計7人であった。しかし、組織の実態は、 森が独裁的権限を持ち、長田と万道がそれを強く支える体制であった。連合赤軍は思想的には毛沢東主義を掲げており、その影響を示すものとして自力構成という毛沢東主義の言葉が使われていた。なお、連合赤軍の母体となった党派の内毛沢東主義派は革命左派であり、赤軍派は トロツキストと認識されていたが、革命左派が理論面で貧弱だったこともあり、赤軍派が革命左派に毛沢東思想を進める場面もあった。連合赤軍における毛沢東思想はかなり原理主義的なもので、その批判は時として、党の毛沢東体制下の中華人民共和国にすら及んでいた。森常夫は中国人民解放軍の設立日に、 ついても、独自の毛沢東思想理解に基づいて意義を唱えたが、当時ネックからの親中派であった坂口博士は、このような森の主張を真珠で不快に思ったという。一方で、連合赤軍の行動原理には、毛沢東思想と相入れないものもあった。毛沢東思想は、基本的に、スターリン擁護の立場であるが、連合赤軍ではスターリンは、何の説明もなく、 絶対悪とされ、スターリン的傾向があるとされたメンバーは死刑として殺害された。元革命左派のメンバーには、スターリンを悪とする森常世の理論に違和感を覚える者も,もいたが、死刑にされたメンバーも含め誰も異議を唱えなかった。1971年12月31日以降、連合赤軍は山岳ベース事件と浅間山荘事件の二つの 重大事件を起こす。これらは、連合赤軍事件と呼ばれる。山岳ベース事件は、浅間山荘事件などで逮捕された者らの自供により、明らかになった大量殺人事件である。これは、警察の捜査網から逃れるため山中に、山岳ベースと呼ばれる山小屋を建設して潜伏中に、総括と称して、連合赤軍内部で粛清が行われたもので、 集団リンチを加えて12名を殺害した。また、革命左派は、連合赤軍結成以前に組織を脱走した20歳男性と21歳女性の2名を殺害している。浅間山荘事件は、山岳ベースから逃亡した連合赤軍メンバーが宿泊施設を占拠して起こした人質路上事件で、銃器で武装した若者らは9日間にわたり、警察と睨み合った。 この模様はテレビで中継され、警察官を含む3名が死亡。社会に強い衝撃を与えた。連合赤軍メンバーは、クアラルンプール事件の際に情報機的措置で釈放、国外逃亡し、現在も国際指名手配されている、坂東ニ夫と東京拘置所で自殺した最高指導者の森恒夫を除き、15人のメンバーに判決が確定した。連合赤軍は、 しばしば総括と称して各人に政治的な反省を迫ることがあった。これはやがて本人の自覚を助けるとして周囲の者が総括をされる対象者に対し意見や批判を行うものに発展した。山岳ベースでの連合赤軍においてはこれが破綻しリーダーの森常浦は総括に暴力を用いるようになった。一人の人間に対し 仲間全員が暴力を用いて厳しい反省を強要するようになり実質的なリン地と粛清が展開されるようになった。被害者も政治的思考から激しい暴力を伴うこの行為にほとんど抵抗しなかった。結果としてある者はこれらの暴力による内臓破裂で死亡し、ある者は食事もほとんど与えられずに極寒の屋外に縛り付けられ放置されて死に至った。 彼らは暴力を、総括を助ける行為として、総括援助と名付け、正当化した。またこの総括援助による死は、総括できないことに絶望して、ショック死したとして、敗北死という名が付けられた。また、総括が期待できないと判断された、メンバー二人には、死刑が宣告され、アイスピックで何度も刺された上に締め殺された。BS 朝日で報道されたドキュメンタリー、 浅間マ山荘事件立てこもり犯の告白から連合赤軍45年目の新証言で連合赤軍の元メンバーが親戚のおじに社会を正しく導くというがお前たちは誰か一人でも救ったのかという一言で運動家を辞めた過去話や立てこもり事件で当時は未成年だった加藤治むらがテレビ出演した60代になった現在は自民党の党員になって 保守思想へ転向しており、連絡の取れる元メンバーらも転校していたことなどが明かされた。伏正事は軸が不明な部分。党員は公領と規約を承認し、党派闘争を行う能力を持つ。党員は自力で組織を建設する能力を持つ。党員は技術を扱う能力を持ち、政治警察に対し攻撃的に組織を防衛する。 党は自立した革命家の集団である。指導、非指導は自立した革命家相互の分業関係である。家族、財政は党に一元化される。よって行われる。自由な討論の保障と行動は完全に指導によること。党の財政を作る能力を持つこと。党決定、規約に違反した場合、最高、死に至る処罰を受ける。彼女の開発、製造、 運搬、保管は自力構成を原則とする。一切の彼女は部長の所属とし、通常各課に対応されているものとする。保管は居住と分離して行い、いついかなる時にも小体制直に移行できるようにする。防衛的彼女は家具の一部として改良し、居住地に保管しておく。彼女開発に関する基礎学習、訓練実験を課の責任で行い、蓄積する。 材料、製品、兵坦等を開発し蓄積する。その成果は、質、量、所在などは部長に報告し、挑発に応じる。処罰の系列は、指揮系列と同じである。各体内で、勝負る、ルンプロ思想と闘争せよ。処罰の実施は、できる限り体内で解決し、上級機関の承認を得て行う。不服のある場合、上級機関に提訴することができる。 処罰は、ある種の政治責任であり、処罰されたら、革命から逃亡するという思想と、日々、戦え。逆に処罰は、反革命に転じた場合を除いて絶えず、党に復帰するべく、党を支持する層として、党の政治駆動に応じた、政治指導を行え。処罰は、三段階ある。い、自己点検、自己総括路、権利停止派、除名処罰は、事件の起こり次第。 速やかに規律に照らして行う。上級の政治指導や路線に責任を転嫁し曖昧にすることは厳禁。それ自身も処罰の対象。再び正規の隊員として採用する場合は、体内で資格審査をし、上級機関に承認を得ること2.170ラッシュ。そう、連続資金調達、相当へと続く革命。 層の全章を勝ち取ると意図して方向付けられた過程から生まれた正しい人民の層の人形である。ここに結集されたすべての同志諸君、友人の皆さん、ハイジャック層と12.18層により、真紅の色で結ばれた我々、日本革命、戦闘刑品安保ともは1.25集会に続き、さらなる遊劇の展開をもって、日本革命、層、世界革命、 そうを問うこととして、その集会を開催しました。革命へ、その勝利に向けた人民の総軸として、本年7月15日、連合赤軍が結成された。統一された赤軍は、赤軍中央軍と人民革命軍の連合軍である。この連合軍は、帝国主義に対する遊撃の着実な実践によって、新たな兵士を加え、統一革命軍となるであろう。 連合軍は、遊撃を何よりも展開し、県軍武装、層の中で、幾多の困難に立ち向かい、犠牲を払って確立した、軍事路線を固めるであろう。そして、軍事路線を固める中にあって、共産主義者同盟赤軍派中央委員会と、日本共産党革命左派神奈川県、常任委員会は、それぞれの路線を継承に発展させ、浸透結成を勝ち取る覚悟である。 革命軍は、世界革命、総勝利、共産主義建設に向け、遊撃、を貫徹し、全人民総放棄に向けて、問うものである。革命軍は、遊撃、を問う中から、軍の正規化を勝ち取り、軍の共産主義化を勝ち取り、世界革命、総を問うすべての人民と固く連帯するものである。革命軍は正しく正規する労働者人民の力強い軸であり、 正義の層のための軍隊である。同志諸君、連合赤軍を結集し、殲滅のゲリラ戦を構築し、革命、層の、さらなる人形を勝ち取ろうではないか。9.14統一赤軍結成記念集会に、結集されたすべての先進的労働者、学生、そして我が法友たちへ、赤軍中央軍よりアピールを送りたいと思います。東京戦争。 大阪戦争、そして大菩薩と、まさしく革命闘争を担ってきた我々は、日本共産党革命左派、人民革命軍によって戦われた基地爆発闘争、反米愛国路線のもとに戦ってきた、戦友、法友として、この反革命を保守した全世界の帝国主義の、核一的なファシズム、侵略反革命戦争遂行体制、そして爆信する反革命軍、 まさしく死体に対峙する革命軍として戦場を裂くとはっきりと確認しなければならないというに思います。全国委員会ありがとうございます。